どういうこと？なんだ今のは。動け。どういうテクニックだ今のは。動け猫。まああとは任せてください本館たちに。お願いしますよ西洋と日本の警察。よろしくお願いします。信用できるのかい？あれ？まあさすがに連絡はないだろう。まさかまたシェリフ来ちゃいました。バルチャー来ちゃいましたか？本当に？よっしゃ。全部聞こえたの今。めっちゃ見られてる。めっちゃ見られてるあそこから。隠れてるつもりなんかな。上半身丸見えやけんな、その位置。包丁取った瞬間にもう。怪しい、お前も怪しい、怪しい。危ねえ、よかった、よかった。ここ、うん、なるほど。包丁は取るだろ、キッチンで絶対。手腕誰にも合わなかったか。何ですか、大丈夫ですか。お、どうした。あ、やばい。また呪い直しだよ。西洋の警察と日本の警察がいる。西洋の警察だ。本当だ。西洋の警察、ちょっとなんかおかしくない？あ、ちょっとおかしいな。ちょっとなんか、ちょっとなんかおかしいよね。警察だなぁ。いやいや、なぁじゃねえ。共感を求めるなよ。警察。どっちかといえば保安官だろ。警察です。ローンレンジャーいる、ローンレンジャー。こんにちは、こんにちは。お、ローンレンジャー。銃を捨ててください。皆さん、お前でないやろ。お前だよ。全員で一緒に脱出しましょう。はい。脱出？え？え？って言われちゃってる。脱出村です。どういうこと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 待って脱出どういうこと脱出脱出だけ無理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 脱出だけ。回収者行かせないからな。回収の。ボケ回収者行かせないからこれ。行かせません。ボケ回収者。あなたのところにはあなたの地域には回収者行かせませんので。まずあなたのところに行かせないので。教えてください。だから脱出だけ教えてください。無理です。無理です。教えてください本当に。脱出だけ教えてください。こちらはボケ回収者です。あ、来てくれた。あ、来てくれた。回収者回収してくれないどっか行ったの。ボケ回収者自己紹介だけしてどっか回収してくれないよ。言っただけ。そうね。ってこった。すみません。がいるね。警察のコスプレをしているだけなんです。許してください、警察官の方。犯罪だよ、この銃は。警察の。おもちゃの銃です。警察のコスプレは犯罪だよ、君。え、本当ですか。ダメだよ。すみません。これ、違います。これは、あの、西洋 SM の、あれです。ああ、そうなんだ。じゃあ、同業者ってことかな。はい、僕もね、あの、下半身を露出するとすごく興奮する。捕まる側のやつだった、完全に。よく見たら、もろ出てる。下半身を露出することに興奮を覚えているんだ。あ、見てるな。なんだこれ、回収してくれるのか、もしかして。あれ回収してくれるのか。猫にしたらの、お腹空いてるだけの猫です。タコいる？タコ食って。タコピーいらねえよ。もう最終は終わっただろうが。まさか警察が動いてる。猫です。猫です。なんかだって自分で切って食った今。猫です。どういうこと。なんだ今のは。動け。どういうテクニックだ今のは。動け猫。猫動かんかったな。動いてるよ。猫ウォーロックじゃない。って言われて。やれって言われて。俺の後に来んじゃねえよ。ビュンビュン食べられてます。あの、僕とそこのチュワンクさんは白です。ビュンビュン食べられてます。もう謎のことが起こってまして、シャワールームの弁当付近で、あの事件はシャワールームの弁当付近で行われました。はい、はい、本館と本津巡査が、はい、見回りをしていたところ、警備をしてました、うん、はい、はい、あの野良猫が混ざってきまして
はい、タコを食べていたのか、はい、野良猫、いや、シミナツピョンがあの、タコ食べるって言ったら、はい、いきなり切られて、うん、姿が消えたんですよ。あ、そう、うん、だからよくわかんないんですよね。いや、でも多分サザエさんの歌詞みたいなことだったんじゃないですか。どういうこと？お魚加えたドラネコ。多分そういうことだと思う。あの何タイル加えてないよ。ちょっとシェリフって言います？シェリフ？シェリフって言います。いるなら出てほしいですね。はい。確かに。いないんだったらこのミサトランポンズ野郎タキオの中にニジンがいます。にぃぃぃって言ってるけど、そうです、そうですって言っちゃった。あー、食ったのか。すいません、ってちょっと情報を出したくて、収入トラッカーなんですけど、ういっす、うん、はい、はい、で、あのトラッカー対抗いないですよね。はいはい、まあもうで、うん、その私がマーカー見た瞬間に紫の死体のが出て瞬間消えたので、言ってることは合ってるんだろうなっていうのと、あとボンジュールさんにトラッカーつけたところ、ボンジュールさんが弁当移動しました。もうガチャガチャってなったな、もう。右に停電入ってないのに昇降機右に行ったなと思って追っかけていったら、なんか気がついたらいなくなってメインホールの方に飛んでました。まずはちょっとだから最初にボンジュールさん釣りたいかな。あ、じゃあちょっと待ってください、待ってください。僕シェリフです。お、シェリフだ。さっきシェリフって言った時に出なかったんで、いや、やられると思ったから。いや、シェリフは僕ですよ、ボンジュールさん。おーっと、待って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 待つよ待つよ、全然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 待つよ。ってことはどうなんの、ちょっと考えよう、みんなで。ボンジュールさんが黒、みんなで。何かがずれてます。っていうか、何が起きてるんだ。お腹すいたかい？あれ？なおい、ズズ。あれ？あれ？お腹すいたのかな？もしかして。にゃー。にゃー。姉、虫って食べられるかな？あれ？殺す気ですか？しかも、ローンレンジャーとか洋服。ノンレンジャーね、めっちゃこけたから ね、日本で。あれ面白かったよな。ね、面白かったよね。最後の。日本人の感性が。いやー、ただ CM は良くなかった、ね。あ、ボケ回収者ですか？ CM はマジで、パイレーツに乗っかった CM っぽかったから、良、くなかった。そうだね。最後の15分、アーダコーナーみたいな。あれ、本当に脱足だった、あの CM。ね、マジで、何の話ですか？何の話ですか？あ、猫がいる。あ。ピヨピヨアワピヨ、あ、なんかスマイル、猫だ、猫猫だ、食べるかい、猫、あ、猫だ、食べるか、こいつちょっと脂肪分が多いかもしれないけど、大丈夫か、猫だ、猫だ、えい、本物の猫だ、あ、えい、あ、あ、あ、これはボケ回収者が出てくるんじゃない、えい、ボケ回収者、やばい、ボケ回収しないとこれ、えい、あ、えい、うわ、これまずい、ボケ回収者、やばい、ボケ、どうしよう、このボケ、こちらはボケ、あ、来た、回収者です、あ、ボケ回収者だ、えい、あ、どうすんだ、どうやって回収するんだ、あ、どうしよう、死体回収者です、あ、あ、ボケ、あ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 
なんか起きたよ。ボケ回収者が死んでボケがもうどっか行っちゃった。ボケ回収者は死体回収者でした。以上です。もう何がどういうことですか。わかりません。すいません、私のところも大した落ちたくてごめんなさい。すいません。やばい、もう回収者がいなくなった今もう。いないんで。ボケが渋滞起きてます。渋滞起きてます。すいません。誰か告発してください。まあ、チワンちゃんからどうぞ。はい。いや、確証は。ふざときからどうぞ。いや、ポンゾさんからお願いします。ということで、番長です。かまわないです。かなわないです。かないませんでした。かないませんでした。かまわないです。はい、かまわないです。食べ作られましたよ。かまわない。本人さん、壁作られましたよ。かまわないです。どうしますか。心の扉を開いてください。中野地番長ズズは100無理なんで。はい。あ、はい、これは今回のキルは、無理です。そうですね、今回の。ミサトランさんの件はちょっと無理なので、あ、ミサトランさん、ボケ回収者ことミサトランさんはちょっと告発をいただきまして、西洋の警察の方から解剖を回収してたらしい、そうですね、やつがボケが回収できなかった場合はぶち殺してくれっていう許可が出てたんで、上からの、はい、あ、なるほど。で、一生ボケが回収されないまま、はい、ボケ回収者を歌ってる、はい、詐欺師でしたので、はい、スクラップにしてやりましたよ。はい、スキップします。うん、シェリフなんだっけ。はい、シェリフなんです。シェリフ、瀬戸くんがシェリフなん、本当ですかね。じゃあ誰かに特攻しますよ。だから本座に特攻しますよ。じゃあ無線野郎シェリフです。はい、おお。いや、僕か、はい、ポンズさんか、猫が登録されてたってことかな、はい、でしょうね、きっと。うん、ただあの時の記憶がもうないです、私は。ないです今回も。でもこのままだと僕はポンちゃんに入れちゃいますけど。え、なんでですか。なんでですか。登録僕に塗ってきたから。あ、いや、塗ってないです。助けを求めてただけです。ああ、そうなんですね。じゃあスキップ入れます。なんやそれ。とりあえず2人ぐらい落ちたと思うんだよね。あ、そういうことね。2ね。うん、そうですね。終わりました。そうですよね。あ、早い。あら、早い。やべ、俺ももう終わります。スタッフィーはもう終わります。中野さんもうほぼ終わったよ。やばい、タスクの数すら見てないです。あれ、0って書いてあるから10なんだと思う。俺も1の10のくらいやってる。俺の0って書いてあるから多分これ10なんだと思う。10のくらいがバグってるだけで。見栄え理論大事にしておこう。見栄え大事にしておこう。見栄えマジ大事だから。あっ、最高。えとんでもないことが起こりました。うん、瀬戸君がごちさん来てましたね。はい、あら、マシャさんと話しててズズ番長のっちのどれかとダーツで行きますって言って、ちょうど中のっち来て、中のっち来たら切れました。ちょっとなんか乗っ取りに見えちゃうんだけど、そんなことないの。乗っ取りは無理だと思いますよ。だってさっき一人しか死んでない時に使用してるから、きついんじゃないですか。でもいない最初に、そう、最初にシェリフすぐ出てくださいって言って、ボンさんが出て、その後瀬戸くんでしたよ。分かった、じゃあもう自殺するよ。じゃあエンジン集合。え、それだったら瀬戸くん釣った方がよくない。あ、じゃあ釣ってよ。はい、じゃあ俺も自分に入れた。はい、釣れ。じゃあもう釣れるね。すげえ。やばい、やばい。しゃべるな。疑ってことだから。疑ってんだろ、なこと。やばい。まあでも別に瀬戸くんは、いや、釣りは飲めるよね。
うん、3人が落ちてんだもん。もう、まあまあまあ、そうそう、3人が落ちてるんだから。まあ、俺は仕事したから別に釣ってもいいよ。そうだ、仕事してくれたよ。まあ、あとは任せてくださいよ、本館たちに。お願いしますよ、西洋と日本の警察の。お願いしますよ。信用できるのかい本館たちにって。ジャンル全員違うけど。悪徳警官。あとはよろしくお願いします。私たちに任せてください。本館の笑い方で。本館です。んですね。さあ、さあいくら払える？見逃してやってもいいぞ。キルを見逃してやってもいい。この風船しか当たってないんです。こんな風船はいらない。金でできた風船を持ってきなさい。金がたくさん入っ、番長地盤、絶対びっくりしょ。安長ずずしいね。まさかり。はい、まさか。警察です。警察です。警察だ。見回り、ご苦労さん。悪いやつをとっちめるべく、この周辺を整備、警備しております。今日もパトロールしてます。やべ、今日パチンコ屋に行って言おうとした今日もパチンコ屋に行ってますって言おうとした。警察官立ち寄り場所だからな、あれパチンコ。チョンチョン。え、宿舎、あ、昇降機の前で死んでました。昇降機の前。昇降機の前。右側ですよね。ごめんなさい、あの正確には嘘です。昇降機の右側で死んでました。なんでわかったんですか。え、右側で番長が直してるのを見て、私は足を早くして左側を直したからです。その通りです。まあ合ってますね。チョアンちゃんが左直してるの見ました。うん。俺もチョアンちゃん左から来てるの見てる。ふん。ふん。ちなみに。警察官の方はパトロールを してましたけれども、はいはい、メインはパトロールをしていたんでしょうか。あそこは、はい、メインでパトロールのところはメインでパトロールした後、セキュリティでパチンコ打ってました。あ、パチンコ。パチンコ、はい、りょうさんや。ですね、パチンコは打つって聞こえました、ほんのり。ほんのり。なので、本当に言ってると思います。ほん、香りみたいに言うけど。階段降り際にパチンコ行こうって聞こえました。ほんのり。ほんのり聞こえたんだ。なので、香りみたいに言ってると思います。ヤニの匂いのこと言ってるのか。え、つまり、タバコのことヤニって言うな。白ってことですか。いや、茶色です。茶色ですか。はい。かなり茶色で見てます。はい。茶色ですね。いや、吐いちゃう。いえ、そりゃそうや。ボディで見てるし。おそらく、日本の警察官の方は、メインの上の弁当を警察した後、言ってます。うん、弁当上を警察した後。なるほど。はい。メインの弁当上を警察した後。ああ。はい。なので。弁当指定ができるっていうことですか？茶色い方。でも、弁当を掃除しましたよ。白白です。はいはいはい。でも、うん。うん。私、どうぞ。シュンちゃんと、ズズピちゃんと、うん、赤い図ら辺ですれ違ったんで、二人ができなくはないかなと思ってると思います。番長を昇降機に置いて。すれ違った？ジュンちゃんいた？そこできなくはないんですか。できなくはないかなと。じゃあ分からないで。あれ、トラッカー、そう、パイロケットにしかできない。あ、待って、俺になってくるの？そうなると。え、待って、まずいまずいまずい、マジで俺じゃないんだけど。え、アーカイブシャワーメインエンジで、エンジで最後ちゃんちゃん合ってんじゃん俺。え、違う、その前に、鳴ってる最中にすれ違った。番長が鳴ってる最中、だからそれがキルコイルを開ける前かどうかってことですよね。開けてたかな、多分ついてる頃には。タスクどうですか。開けてた。あー、そういうこと。タスクは、タスクも終わってる。終わりますよ。もう終わりそうです。やばい。終わりますよ。警察なんで終わる？あの、多分霊界が終わらないと思うんで、ズズ釣っちゃいましょうよ。なぜ？マシャさんのセリフ全然ありえるよ。あ、ないですよ。あ、やばい。
ないことないよ。弱気のスキップ入れてしまいました。人は、あれですよ。タスクやるっていうことですよ。タスクやるってことですよ。これ、つまり。千畝さんが怒ってるよ。これ、タスクやれって。やばいやばいやばい。やめろやめろ。やめろやめろやめろ。まだ68秒ある。ボンズが切ってました。僕は悲しいです。どっち？警察の前でそうやって人を殺めるなんて僕は悲しいです。いや、どう見てもボンズが切ってました。でももうこれしかね、宿舎前の扉のところね、あの右と左のリフトと宿舎前通路の扉のとこです。本当に悲しいです。ポリスという名の皮をかぶったスパイやったか、お前は。よく言えたもんだ。そんな人の感情がないような目でこっちを見ないでください。撃ち殺しますよ。そっちを見てないです、僕は。右です、僕見てるのは。ちょっと待ってください、もう一人いました、その感情の人が。竹尾さんもなんだ。シュワンちゃん、私は警察をしていました。警備をしていました。はい。ね。瀬戸朝日が死んでいる。ジュアンちゃん。私は。ジュアンちゃん、僕らはエンジンで出会ったじゃないか。ジュアンちゃんの収束を僕は見たよ。お願いだ。ジュアンちゃん。竹尾さん、しゅうねさん、お願いだ。竹尾さん、しゅうねさん。おそらく、このどっちかに、もうあれがいます。サイドキックがいる気がします。なるほどね。やっぱりタスク。ジュアンちゃん。私。タスク終わってます。お願いします。私もタスク終わってます。タスクは3です。すみませんでした。それ以外道はないです。タスクはいくつなんだ、ズズ。あ、終わったって俺。嘘つけ。前のターンで終わった。嘘じゃない、終わっているんだ。もうないよ、タスクは。人を殺すというタスクなんだろう。それはお前のタスクじゃないか。まあ、ズズさんって犯行を見ているわけですよね。見てます。はい。ではなぜレポートをされなかったんでしょうか。本当です、それです。度肝を抜かれました。普通殺人現場に居合わせたら電話とかして警察とか呼ぶんじゃないかなって僕は思ったので、ズズさんに入れます。第一発見者ですもんね。人は本気で焦ったらそんなことできないですよ、竹尾さん。あなたはいいですよ、警察だから、幾多もの事件を解決してるから。でも僕は一般市民と一般恐竜だ。そんなんができないんだよ。いざっていう時に動けない。その恐竜の脇の下に刃物を仕込んでいたんですね。何を言ってるんだ、恐竜がいるからハムなんか仕込む必要ないじゃないか。ハムを仕込んでいたんですね。もう一回言おうか、恐竜、なんで、おい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 。勝った？さあ、一人誰？サイドキックいるんじゃないですか。サイドキックいるんじゃない。右行きます。21507。しげねさん、ナイス。えい、ナイス。内部、内部。さあ、じゃあ、あとサイドキックが昇格したぐらいしかないと思うんですね。そういうことですね。そんな感じっぽいね。じゃあ我々警察ペアの人、ジュアンちゃんは白なので。あ、え、ダッシュしてましたか。はい、ジュアンちゃんはダッシュしてました。まだ最後まで、はい、最後までということはですよ、うん、私目線、ズズは確実に黒なので、それをサポートしてくれた滝尾警察官は白と見てます。
ということは、なるほど、あなたがサイドキックなんですね、しゅうねさん。それでももう消去法でしかないよね。私はトラッカーですとしか言えないです。はい。タスクは終わりますか？タスク終わってます。そうですね。7です。でしょう、竹雄さんの。ん？ 7 ですってのはあと終わる？タスクは30秒で終わる？7です。7なんです。これ以上は言えないんです。7なんです、タスク。まあ、ジャッカルがサイドキックを渡したタイミングというのは、多分シウネさんがボンジュールさんを詰めた後で誰に、渡したら利があるだろうと考えた上でシウネさんに渡した、その可能性が高いと思ってます。その可能性は高いかもしれないけど、ボンジュールさんを釣った後、私別の人も釣りに行ってると思うんですけど、誰だっけ、で間違ってたら瀬戸くんだ。瀬戸くんってシェリフだったのかな。瀬戸は確実にシェリフでした。え、みたいな。じゃあなんで、私は瀬戸さんが釣られた時知っていたんです。彼にはシェリフと聞かされていたので。瀬戸くんがさ、瀬戸くんを釣った時にもうサンジが落ちてる読みになってましたよね。うん、だ、うん、でケアです。うん、瀬戸朝日釣りっていう感じ。そうだね、ケアで釣ったね。そうそうそう、うん、だからその段階でもいいです。もう私はタスク進行してくださいとしか言えないですね。ありました、タスク。いや、もう何ターンも前からタスクとしか言ってない。タスクよりも大切なものをあなたはやって、まあ、誰もやってなかった。まだあなたはだからポンちゃん、それ消去法でしかないですよね。はい、でも僕サイポンツ野郎のサイドキックなんで、はい、はい、これで竹雄さん取った場合はもう私は警察を引退します。じゃあ引退だよ。え、引退なんですか。そうだよ。やだー。あー、涼しい腕。なるほど。スティック乗られたら困っちゃうね。あ、逮捕した。逮捕。GG だからね。タスク終わってね。シウネさんよく頑張ったからね。いやー、惜しかったね。GG だったからね。ふざけんなよマジで。これからキルしようって決意した瞬間に、あ、中野ちいるわ。じゃあやろうみたいな感じで。ふざけんなよ。瀬戸くんごめんね。パチンコを打つと見せかけてしっかりと見てたんですね。本当にこの本当この二人強かったな。ポリス陣営強かったな。強いのは竹雄さんであって別にポンザ強くなかった今。